毎日を過ごす中でふとした瞬間に未来に対してこんな思いを抱くことはないでしょうか。今何をしたらいいのかわからない、最近うまくいかないことばっかりだ、自分は何が好きなのかわからない、仕事や人間関係から逃げ出したい、やりたいことが見つけられない、夢や目標はと言われても途方に暮れる、生きている意味を感じられない、なぜ私は生きているのだろう、現状を変えたいという思いは強いのに、このようなこれからの人生に対する不安や心配事、自分の手ではどうにもならないことだらけの人生になっている。でも頑張ることを諦めていない、もしくは今頑張っている最中だ。本日はそんな人たちが今ここからどう生きるかについて具体的に考え、発見し、踏み出すために心強いサポートをしてくれる一冊をご紹介しましょう。人生最後の日に思う存分生き尽くした素晴らしい人生だったと心から言い切れるために、それを実現するために今から何ができ、そして何をするべきなのか、どのようなことに時間を使い情熱を燃やし、自分はこれから何者として生きるのか、本書に出会ったことはそれらの答えを導き出すための良きチャンスとなるはずです。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの竹見でございます。今回は底力教育研究所所長で公益社団法人難病の子供とその家族へ夢をの代表、大隅力さんの一度しかない人生をどう生きるかがわかる100年カレンダーを解説していきたいと思います。本書には過去の出来事から、そして今ここからの未来において何をすべきかを見出す様々な問いが用意されております。実際に本書を読まれるときは付箋やペンなどちょっとした道具を用意していただき、それぞれの問いに対するあなたの答えを巻末についているカレンダーや本文中のワークスペースに書き込むなどして、より人生を可視化していくような作りになっております。本日はそのワークの中で個人的に重要だと思ったものにフォーカスして皆さんにご紹介させていただきたいと思います。未来をどう生きるかのヒントを得ていただくきっかけになったらと思います。実際にちゃんとしたワークを通して真剣に取り組んでみたいと思った方、この動画を見てこの本いいなと思っていただけた方は、ぜひ本書を手に取ってチャレンジしてみてください。それでは本書の内容に一緒に切り込んでいきましょうか。本日のお品書きは次の通りです。1限で過去や未来ではなく今ここについて、2限で許せないこと、後悔していることにも意味があるんだということについて、3限で出会いから行動が生まれ、行動が幸せを作るということを解説していきたいと思います。それでは早速1限の過去や未来ではなく今ここから解説をスタートしていきましょうか。さてあなたは自分の人生をどう生きますか。このようにいきなり問われてすぐに答えられる人はなかなかいないでしょう。では次の問いならいかがでしょうか。あなたは今何歳ですか。もし今日があなたの最後の日であったとしても後悔しないでしょうか。私たち日本人は物があふれ、飢餓の心配もない豊かな社会に今生きています。それでも地球規模の感染症や災害など、自分の命さえもどうなるかわからない、平均寿命まで生きることなど保証されていないということに変わりはありません。ふとした瞬間に死に対する恐怖を覚えたとき、まさか自分だけは死なないだろうなどと言い聞かせることもあるでしょう。けれどもあなたの最後の日も私の最後の日も、それが50年後なのかそれとも明日なのかは誰にも分かりませんし、どちらの可能性もゼロではありません。明日この世界からいなくなっても悔いなどないと言えるほど人生を思う存分に生き尽くすことができているとあなたは今言えるでしょうか。では心からそう言い切れる人生にするにはどのように生きていけばいいのでしょうか。著者は前職でディズニーランドやディズニーシーを運営するオリエンタルランドに席を置いておられたことから、ウォルト・ディズニー氏による人生や物事に対する視点や考え方、そして実現力に大きく影響を受けたと言います。特に著者がこの先の人生で軸にしたいディズニー氏の考え方として重要視しているのが、彼が常に提唱していた今ここの精神であります。過去でもなく未来でもなく今ここ、過去や未来にとらわれ今を見失ってはいけない、
多くの人は過去の後悔や未来の不安を抱え、今対処すべきことに追われたりしながら生きています。そのような状態で今を見失わないようにして、この先自信を持って生きていくというのはなかなか難しいものです。では自分の人生に今ここの視点を取り入れ、今人生を変えるための行動変革に挑めるようにするにはどうすればよいのでしょうか。本書のワークでは今までの人生を振り返るというワークを行います。過去を振り返る目的は、これまでの人生を流れてきたあなただけのストーリーを見つけ出すことで、自分が生きてきた本当の意味に気づき発見することにあります。それが今からをどう生きるのか、未来の行動を導き出すことにつながるんです。私たちは日々あちらこちらから入ってくる便利なツールや新しい情報などに気を取られながら、バタバタと一日を過ごしているというのが現実です。忙しい毎日の中で過去を一つ一つ改めて見つめ直して、その意味を考えたり、その捉え方を改めたりする時間などはないでしょう。学生の頃に授業の復習をすることが大事だと頭では分かっていても、実際は部活で疲れてしまったり、他にしたいことがあったりしてできていなかった人が多いのと同じで、暇でもない限り過去をじっくりと振り返るということはなかなか実行しませんよね。私たちは目の前で何かが起きたその時は感情だけで動き、その感情の印象のみが残ることが多いものです。そしてその一度受けた印象が長年にわたって心の中に滞在するんです。しかし時が経ってから過去に起こったことに対して冷静に目を向けてみるとどうでしょう。あの時にあの人が厳しく指導してくれたおかげで、ちょっとやそっとではくじけない精神を得られて、それが今の仕事に生きているのだろうといった具合に、あの時のあの出来事の意味が分かってくるということがかなり多く見つかるはずなんです。つまりその時はその意味が分からないんです。今だからこそ叱られたり優しくされたり悔しい思いをしたりといった、あなたに起こった出来事の全ての意味や価値に気づくことができるんです。あなたの今の人生は様々な出会いから影響を受けて形作られております。そして過去に様々な出来事を経験してきたからこそ今のあなたがいる。それらは全て今のあなたの財産なんです。これまでのストーリーを振り返り、自分が生きてきた本当の意味に気づき発見することができる。それが時間をかけてゆっくりと過去を振り返ることで得られる大きな収穫なんです。過去のストーリーを追っていく中で気づくことがもう一つあります。それは自分自身の非力さや未熟さです。常に己に厳しく謙虚であれと自分に言い聞かせて生きていらっしゃる方もいるかもしれませんが、実は意外と心の底で自分は一人でやってきたとか、自分には間違いはないなどと思ってしまうものなんです。しかし過去の出来事が何を意味するのか改めて素直に捉えて理解した時、あなたはこれまでの自分の認識が間違っていたということに気づくはずです。実は誰かに助けられていたことや、自分がいかに非力で未熟だったかなど、多少痛みが伴いかねない事実を知ることになるでしょう。これは決して自分の力を過小評価しろという意味ではなくて、本当の自分の力を正しく認識することが目的です。過去を振り返ってネガティブになるんじゃなくて、自分がどこに立って何を思ってどこに向かっていくかの正しい位置を知ることが大切なんです。冒頭であなたに何歳ですかと問いかけましたが、まだまだ人生は途中であり、今ここです。今あなたが何歳であってもそれは変わりません。ですからどんな社会だろうと何歳だろうと何事も諦めて終わりのまとめなどせず、進行形でいきましょう。いつだってあなたの人生をより良いものに変える出来事は起こり得ます。過去を振り返ることで自分が生きてきた本当の意味が理解できたら、今をもっと大切に生きようと思えるはずです。今ここにある人間関係も起こっていることも全てに意味がある。たとえ今は分からなかったとしても必ず分かる未来が来るんです。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、過去を振り返り、これまでの人生を流れてきたあなただけのストーリーを見つけ、自分が生きてきた本当の意味に気づき発見する。それが今からをどう生きるか、未来の行動を導き出すことにつながる。
ポイント2、私たちは目の前で何かが起きたその時はその意味など分からず感情だけで動き、その感情の印象のみが残ることが多い。しかし時が経ってから振り返るとその出来事に意味や価値があったことに気づく。ポイント3、また過去を正直に振り返ることで自分の非力さや未熟さを正しく認識し、自分がどこに立って何を思ってどこに向かっていくかの正しい位置を知ることもできる。さていかがでしょうか。一元では過去を振り返ることで何が得られるのか、どのような自分になれるかといったお話をしましたが、本書のワークでは過去を正直に振り返って終わるのではなく、頭の中にあることをすべて文字に変えて外に出して目に見えるように並べていきます。また自分が何をもって幸せと感じるのか、いつどこで誰と何をしていることに幸せを感じるのかも嘘をつかず正当化せず言い訳せずに書き出していきます。書き上がった後にはその中から自分の人生の行き先候補が見つかるかもしれません。過去を振り返る際のポイントもここでお伝えしておきましょう。私たち人間は過去の事象に対する記憶や思い出を事実とは違うものにして自分の中にセットする傾向があります。生きていくために特に辛い思い出や嫌な出来事は自分の都合のいい形にある程度作り変えてしまうものなんです。ですがどう生きるかに真剣に向き合うときは本当にそうだったのだろうかとあえて頑張って自分に正直に素直になることがポイントです。良かったことも嫌だったことも自分の力不足があらわになることも全て湾曲のない事実で思い出してください。そうする理由は自分に正直になればなるほど本当のあなた自身を見つけやすくなるからであります。それでは次2限で許せないこと、後悔していることにも意味があるということをお伝えしていきたいと思います。さて、親にされたこと、学生時代にいじめられたこと、仲間が騒動を起こしたことで出場したかった大会に出られなくなったこと、人にはそれぞれ誰にでも絶対に許せないことがあります。なぜ許せないのでしょうか。なぜどれだけ時が経っても常に心から消えないのでしょうか。いつか許すのだろうか。なぜあんなことが起きてしまったのだろう。これまでに経験した絶対に許せない出来事が頭の中や心の中に留まり、いつまで経っても整理がつかないまま長年苦しんでいるという人もいらっしゃるかと思います。当時よりはだいぶ気持ちが沈静化しているとしても、それでもやっぱり許せない、許す理由がない、この先10年も20年ももしくは一生許せる気がしないと考えている人もいるでしょう。しかしもし許せない出来事から解放されるとしたらどうでしょうか。誰かを許せないことで苦しみ続けているのは実は自分自身なんです。許せない相手ではありません。相手を許せないと思えば思うほどその痛みはあなた自身を傷つけることになります。絶対に許せないという大きな負のエネルギーをずっと抱えて生きるよりも、そのようなサイクルから抜け出してチャラにしてしまった方がより良い人生になると思いませんか。許せないことを許せないままにしておいたことを人生のどこかで後悔しないためにも勇気を出して一度それを捉え直し新たに生き直してみませんか。そのためにまず大切なことがあります。それは許せないことがあった、そして今も許せていないという事実を真正面から認識することです。次はワークになるんですが、許せないこともしくは許せない人を思い出したら今後それをどうするのかを考えていきます。そして思い出した数だけそれぞれに対して次のことを考えていきます。なぜ許せないのか、思い出すことで当時の怒りが再燃したとしたらそれはなぜなのか、本当は許したいのか許したくないのか、許すと決めた場合どうしたら許すことができるのか、許すために今からできる行動とは何か、自分なりにその許せないことに一つ一つじっくりと向き合う時間の中で本当はどうしたいと思っているか、何が引っかかって許せないでいるかといった答えがあなたの中に生まれてくるでしょう。本書のワークではこれらをすべて文字に書き出して時系列で整理していくので、どれほど長い期間許せていなかったのか、それだけの間許せなかった理由は何なのかなどを再認識することができます。そしておそらくこれまでに考えたこと
ることもなかった。許すためにはどうすればよいか、どうなればよいのか、いつまでにその状態に持っていき許すことができそうなのか、それとも今は絶対に許せないままなのかといった現時点での答えを出していきます。このワークは許せないことも含め、どのような経験であっても肯定的にも否定的にも解釈できるという両面があることを知ることが目的の一つなんです。すべての経験の持つ意味はどこに焦点を合わせるかで変わります。極論を言ってしまえば、悪い経験なんて何一つ存在しないんです。例えばあの時どうしても許せない経験をしたから、自分は絶対に同じことなどしないと決めた。そしてその前兆のある人は仕事の人間関係から外すことにしている。おかげで現在信頼できる良いチームワークが生まれているといった具合に、ある嫌な経験をしたことがその後の人生の教訓になったりします。辛い経験をすれば、その経験はこれからのあなたの人生に再びそのことが起こらないように防いだり、もしくはまた辛いことが起こった時の対処などに役立つことでしょう。良かったと思う経験にも嫌な経験にも絶対に何らかの価値があり、あなたが成長する糧になったり、あなたの人生が前進するきっかけになりうるんです。あなたの人生にはこれからもいろいろなことが起こります。そしてどれもが全て未来につながる意味や価値があるはずです。たとえどのようなことが目の前で起こっても、どのようなことが社会で起きても、何があっても、あなた自身が人生を楽しみ尽くし生きていてよかったと実感することができれば、それはパーフェクトな人生なのではないでしょうか。怒りや妬みといった感情に振り回されるのは自分自身だけであるということを覚えておいてください。そういったネガティブな感情は否定せずに向き合い、うまくコントロールしましょう。これからどんな経験からも意味を見出す力をつけていけば、それが可能になります。どんな過去でも現状に満足していなくても、自分に元気やエネルギーを与えてくれる解釈を選択することが大切なんです。あなたの捉え方次第で未来はすぐに変えられます。では許せなかったことが他人軸であるのに対して、自分軸である後悔していることについてはどうでしょうか。生まれてこの方、後悔なんてしたことないよなんて人はいないに等しいでしょう。もしそうだというのなら、自分が後悔などするわけないと思い込んでいるか、思い込もうとしている可能性があります。どうしてあの時自分は踏ん張れなかったのか、どうして失敗したまま逃げてしまったのか、なぜあの時思い切って聞いてみることができなかったのか、なぜあの人をあの時許せなかったのか。許せないと思うことよりも後悔の気持ちを抱くことの方が多いでしょう。許せなかったことがそのまま後悔につながることもあり、また罪悪感とともに苦しむこともあります。特にやらなかった後悔や諦めた思いはいつまでもあなたの心の中に残り、後々自分自身を責めたりして苦しんでしまうことでしょう。ずっと頭から離れない後悔していることとか、解決できていないモヤモヤも負のエネルギーとして持ち続けるよりも、ある時点で手放して楽になりたいものです。許せないことと同様に、もう一度捉え直してこれからの人生を生きていくためのプラスのエネルギーに変えていこうではありませんか。それがあなたの人生においての分かれ道や曲がり角であり、あなたの人生に大きく影響を与えた意味のある事柄であったことに気づけるはずであります。そこから大きく動き始めたことを発見し、未来において大切なことを探し出すことができます。そしてこれはネガティブな経験や出来事だけでなく、あなたの拠点や所属、大きな出来事、欲しいという感情につながるもの、出会いや生きる喜び、時間とお金をかけてきたことなども同じです。結局全てに意味があるのです。それではこの辺で2限の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、相手を許せないと思えば思うほど、その痛みはあなた自身を傷つける。許せないことを、許せないままにしておいたことを、人生のどこかで後悔しないためにも勇気を出して一度それを捉え直し、新たに生き直してみませんか。ポイント2、どのような経験であっても肯定的にも否定的にも解釈できるという両面がある。全ての経験を持つ意味はどこに焦点を合わせるかで変わり、極論を言ってしまえば悪い経験は存在しない。ポイント3、どんな経験からも意味を見出す力をつけていけば、怒りや妬みといった感情に振り回されることはなくなる。あなたの捉え方次第で未来はすぐに
変えることができる。それではラスト3言で出会いから行動が生まれ、行動が幸せを作るということを解説していきたいと思います。さて、誰もが物心ついた頃から学生時代、そして社会人時代と浅いつながりから深い関係まで様々な人間と出会ってきました。人は自分のストーリーを探す手がかりの大きな軸でございます。その人がいたからこそ、その時の特別な体験が生まれ、今を形作るきっかけとなっているはずです。例えば、あの先生が褒めてくれたから絵を描くことが得意になったとか、初めての入院で不安だった時の看護師さんのケアに心が救われたとか、大好きな友人がいてくれたおかげで失恋から立ち直ることができたとか、すぐに切れる上司で苦手だったけれど教えてくれたことは真実だったなどというふうにいくらでも出てくると思いますが、こうして出会った人を軸に過去を手繰り寄せていくと、今だからこそ感謝の思いが浮かんでくるかと思うんです。例えば、この人のおかげで自分は丸々できたとか、この人がいてくれたからこそ今の自分がいるんだ、そう感じるのはどのような人でしょうか。そしてあなたにどのような影響を与えたでしょうか。中には、過去にその人と接していた時はその人のことを嫌いで、ありがたい気持ちなど微塵も感じず、ただ苦い経験でしかなかったという人もいるかもしれません。それが今となってみれば、感謝すべき人、感謝の念を抱くべき事柄へと消化していることもあるでしょう。他にも様々な気持ちが浮かんでくるでしょうし、この人だけは絶対に許せないということも当然あるでしょう。2限でお話しした通り、そういった思いも大切にして OK でございます。数ある出会いの中で、あなたにとって大切な出会いはどれほどあるでしょうか。もちろん数が重要というわけではなくて、1人でも2人でも大丈夫です。自分の人生に大きな影響を与えた出会い、そしてその出会いによって実際に自分に起きたことを少しでも実感してみましょう。本書のワークでは、これからの未来の中でそれらの人を軸にどんな行動を取るのかを考えていきます。これからの人生において今会える人、会いたい人とどのような関係を築き、どのような時間を過ごしたいか、もう会えない人、会いたくない人に何かを伝えたい人がいるのか、会わないけれどその人を見本、あるいは反面教師にして目指したい自分像があるか、本書の100年カレンダーを使ってこのワークを行い、何気ない出会いから未来の在り方を導き出した女性の例を一つご紹介しておきましょう。その女性は、弟と何でも言い合える仲になりたいと思っていましたが、なかなかそうはなれず、その原因は弟のせいだと思っていたそうです。しかし、学生時代に行った海外旅行先でのとある少女との出会いを手繰り寄せ、未来における弟との関係に行き当たりました。旅で出会ったその少女は病気を患っていて、少女には弟がいたんです。持病があるにもかかわらず、少女は弟に思いやりを持って接していたそうです。その時、彼女に気づかされたと言います。たった一人の弟に譲ることもせず、いかに自分ばかり優先してきたのだろうと。そこで彼女はこれからの未来において、出会った少女のように弟も含めて家族との関係を深める行動をすること、今からコミュニケーションを変えることを選択しました。新しい選択をして行動すれば、当然失敗することもあります。目標をすぐに達成できることなどほぼないでしょう。しかし、時間は常に動いています。時間が動いているにもかかわらず、頭も止まり、ましてや体も止まっていたら、何も得ないまま人生が終わってしまうかもしれません。ディズニー氏の言葉を借りると、 Now or never、 今やらなければ永遠にやらないだろう。思い立った時が唯一のチャンスなんです。100年カレンダーのワークをやってみようかな。今そのように思っていただけたら、この後即行動でございます。先ほど、目標をすぐに達成することはないと申し上げましたが、目標に向かって行動を開始したらすぐに幸せになれるんだということを最後に皆さんにお話ししておきたいと思います。ディズニーの映画にはいくつか特徴があり、その代表的なものとして必ずハッピーエンドで終わるというものがあります。その意図は、どんな環境にあっても夢と希望を捨てないことが大切であるというメッセージを鑑賞者に伝えることにあります。しかし、果たして幸せな人生であるかどうかは、その終わりに決まるものなのでしょうか。人生の場合、ハッピーエンドなのかどうかを捉えるのは、結末を迎えた本人ではなく、
そのものの人生を見た第三者でしょう。映画ならば映画を鑑賞した人になります。つまり自分では自分の人生のストーリーがハッピーエンドなのかどうかは分かりません。ということは自分の人生が幸せなのかどうかはエンドゴールではなく今まさに幸せに向かって動いていると感じる時の心の状態で毎日を過ごせているかどうかで決まるんです。行動した結果どのような最後を迎えたかではなく行動そのものが幸せなんです。私はいつか幸せになれるんだろうか。そのような漠然とした不安が浮かんでは消えているという方もとにかく幸せに向かって行動を起こすべきです。行動し続けることでしか私たちは幸せを感じることができません。自ら決めたことを行動し続け成長し自分の決めたなりたい姿に少しずつ近づいていく、そのプロセスこそがあなたのどう生きるかの答えであり未来を作るものなんです。それでは三言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、出会った人を軸に過去を手繰り寄せてあなたにどのような影響があったかを振り返ろう。その中からあなたにとって大切な出会いを見つけそれらの人を軸にこれからの未来の中でどんな行動を取るかを導き出そう。ポイント2、自分の人生が幸せなのかどうかはエンドゴールではなく今まさに幸せに向かって動いていると感じる時の心の状態で毎日を過ごせているかどうかで決まる。行動した結果どのような最後を迎えたかではなく行動そのものが幸せなのである。ポイント3、自ら決めたことを行動し続け成長し自分の決めたなりたい姿に少しずつ近づいていく、そのプロセスこそがあなたのどう生きるかの答えであり未来を作るものである。さて皆様いかがでしたでしょうか。人生を変えたい、幸せになりたい、でも具体的に何をすればよいのかわからない、そもそも自分が自分の人生をどう生きたいのかもわからない、そんな風に頭では思いながらも特にアクションを起こすわけでもなくいたずらに毎日を消化している、もしくは毎日が本当に忙しくてじっくりと考える余裕も時間もない、そのような皆さんが人生を変えるための行動変革を試みるにも一人の力ではなかなか難しいと思います。そこで本書にある100年カレンダーを使いあなたがどのようになってどのように人生を変えたいのか、そのためにはどのように行動していけばいいか、行動する前にあなたを苦しめているものから解放されるにはどうしたらいいかといったことを過去の出会いや経験などをもとに導いていくワークを行ってみることをお勧めします。このワークの面白いところは一度では終わらないということであります。私たちの心や考えは時が経つとともに移り変わりますので一度ワークを実践してからしばらく経った後に改めてチャレンジしてみるとまた違った結果になることもあります。そうなったら新しく再出発地点をセッティングして正しい方向へとリスタートすれば良いんです。8割から9割が書き込み式のワークになっている本書を可能な限り口頭でお伝えできる部分をお話しさせていただきました。著者様のワークを行うことで皆さんにこうなってほしいという意図をうまくお伝えできなかった部分もあるかと思いますが、それでも最後までついてきてくださった方本当にありがとうございました。人生を後悔なく生き尽くすために今の自分がどのような行動を開始するべきか炙り出してみたいなとか、行動を開始してみようかな、そのためにまずは一度ワークに取り組んでみようかな、そんな風に思っていただけたら私はとても嬉しく思います。ぜひ今回の動画をきっかけにしていただき一度しかない自分の人生をどう生きるかについてじっくりと考える機会を持っていただけたらと思うんです。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。